ティカルなんだね。そういうことは、ちょっと待ってエオルゼアからこんばんは。フェイの課金して手に入れたよ。めんどくさいじゃん。みんなもっとナムク、バンダイナムクのお金払おうよ。待って、これアイディアが浮かばない。最初にこれ入れるべきじゃねえな。これだな。ポン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 。ガリ術師だけど潜ろうか。嘘でしょ。こんばんは。おお、なるほどね。強すぎんじゃないこれ。距離離れてんなら。これで拾えないぐらいなんだ。これいける？これいけんならもう鉄板だね。おお。無理だな。25。クリスパー出なくない？出た。33だろ。ガクスンが、あ、ガクスン超ダメージ減ってんじゃん。30。じゃあ場合によっては、こんばんはこんばんは、エオルゼアこんばんは。まだ鉄拳やってますよ。鉄拳2ゲームもあったなと思って思い出したかのようにスイッチを入れてみました。ガクスンがなんかいいのか悪いのか、ダメージは減ってるね。だけどこのやられが、まあ、あんま良くねえんだろうな。あれこれとかどうなった。おやばこれ強いんじゃねこれ。これでいいだろう。これも あら体絶好調ですよ。ありがとうございます。ガクス無敵ですね。左か。これいつもねいい調整してくるんだよね。絶妙でデシコンが入らないみたいな。ここら辺がベストかな。まあ一人じゃコンボに行けない系も行けるようになってるってことだよね。これ練習しとかなきゃな。あ、わかったわかった。完璧。フェンの生 LK って横移動から両 K で出せるんだ。知ってた。だからステップからこういう風にスムーズに出せるんだ。それを利用して背向けから両 KLK でこれやって、ジャブ入れてバックスン。いいべ。これどう、スピード感。こんな絶対デスコンだろ。こんなの2発入んねえし。
ストは、うわちっけ、うそ、いいのこれ、つうことは、これいいのか、これがいけるはずだね。これダメージもこれ下がってる。クッサで我慢するか。ユウさん文章うまいですよね。これ嬉しいね。ありがとう。あれだいたい1万文字ぐらいあったんだけど、マスターカップに協力して書きました。どうだ。面白かったって言ってもらえると何よりです。局面変わらず。これ入っちゃうんじゃない？マスターないね。これは安定くせえな。うん、まあペコツらへん褒めてやんないとね。あと青にも花持たせてるね最後。わかったわかった、これ右横するわ俺。右横かましちゃうわ。あとはこれはこれでいいや。入管がなんかノーマルヒットで、これはちょっとわかんねえな、調べないと。 GRK か。え、これクリティカルなの。あ、もうこんなんこれ一択でしょ。もしくはウェキャン量系 LK。これは届かないね。なんかこれ不思議だね。この軸は入んないか。入った。これもこれ安定だろ。ちょっと申し訳ないけど、文章でさりげなく自分の戸建てをアピールしてて悲しかった。何言ってんの、アピールして決まってんじゃん。謙虚になってどうすんだよ。これね、この刻みってこれ入るんだよ。ほら一度アップした。これは変わらず。この軸はちょっと信用できない。ここら辺はどう。あ、これクソ弱くなったんだ、バウンドないせいで。あ、ごめん、放送詳細文変えてねえや。あとは変わったりしてないの。これコンボいけないの、こういうの。こういうのコンボいけない。テッサカウンターでコンボ、ソーダラクシュカウンターでコンボ。ハイキックカウンターでノーマルコンボ。カウンターで連弾連続とかないね。 LP LP ナイスアイディア。これもこれで拾うんだろうな。この条件がよくわかんないから、こんぐらい猶予があるんだったら右起こした方が良さそうだな。こんな感じだ。なんで、なんだ、何がちょっと、ここだ。いや、ここら辺まとめといた方がいいね。実戦で痛い目合うから。こんぐらいだと入って。空港も。
これはもっと伸びるんだけどね。最大リレーは、あ、これ厳しい、ダメだ、 LK LK 入れたら、これはこれも確か龍歩で拾えるはず、あれ、あ、これ拾えねえよ、なるほど、変わんのそうだね。2発目カウンター伸びでコンボなんてないか。あ、タンベンカウンターどうすんだよ。うわ、これは無理だ。フンハーだ。頑張った、出てないですね。これも変わってないと。これもしかしたらこっちの方がいいのか、バックスによる。クリッタルいくもんね。クリッタル出ない、やべえな。数値が知りたい、めんどくせえから、計算じゃなくて。43だろ、41か、まあ隠すんだな。これは、あ、これのカウンターもノーマル受けじゃね？あ！よくわかんない弱体化。なるほど。ここ弱体化してきたんだ。まあ別にいいけどさ。3LK、 3LK、 そうだね、絶対ジャブ拾いだから、こんな感じだろうね。でもこれ安定でプラ4取れる置き攻めになるよね。強いんじゃねえのこのキャラ。これカウンターで、カウンターでコンボいけたりしない？わーん、これカウンターで、これカウンターで、これカウンターで、うん、これでノーマルヒットでコンボ、これで夢見すぎだって。あと俺が心配なの、これマイナス15になってねえかな。これマイナス15なってねえから、こんなの入っちゃったらまずいでしょ。あと安定で、まずじゃあやけに強化されてるやつは数値を疑うこと、まあ一般的なんですけどね。もうこれとかマイナス15になったって言ってもおかしくないね。これはやれ、こんなことやったら絶対やっちゃうよ、タックで。あんまりコンボはしたくねえんだよな。MKRPRP、確かに。これ2発目のみカウンターでタックでは浮いたんですよね。あんまり見られないけど。これ拾えるか大丈夫。あ、もうや、よくわかんねえ条件が。後転がダウン判定、その場を拾えるんだ。コンボ火力ね、低さは昔から増えんだけど、でもこれマシになったんですよね。スピリットに振ればコンボ中に2回クリティカルのエリアがあるから、クリティカルの技があるから
上がる可能性はすごい高い。その代わりね、そろそろ FF でもやろっかな。あと一枠だけランクマッチしちゃうよ。排出品質制御向こう検索開始。いつも12時回ってからログインするんですよ。 FF の話かなそれ。あれちょっと待って、あれでもなんかどうしよっか、ステータス振る、振らない、振っていく、俺振ってかないでいく、振るか、振るんだ。え、俺が振らないでどこまで行くとか見たくないの、いいの、そういうそういうお列で見たくないって。スピフェンは見たいね。FF の質問を時折混ぜてくるのちょっと勘弁してくんね、あの拾いたくなっちゃうから。まあステータス勢に勝てないからねぶっちゃけ。まあ先に言っとくけど200とかのなんちゃらとかに絶対勝てないから、あれは。まあレボの立ち回りもよく分かってないしな。まあきつくなるまでやってみっか。みんなレボリューションやってんの、タックやってんの、今ここにいる皆さんは。タックどっちも。なんかねパワーとか弱体化してもまだ無理、弱体化してもまだ無理。もう出て課金には、課金っていうかステータス振ってる人には勝てないよ。最初にあなたが話したんでしょ、なんでそういうマジレスするかね。無敵にすぐイラってくるだろうね。無敵に流砲入れたいね。無敵に流砲入れよう。なんだよこの団員さんはいきなりサクサク生きてえのによ。かっけかっけ、タックタックが多いね。タック2仮想やばい。レボリューション人多いよね、めっちゃ流行ってるよこのゲーム。なんかこのちょっとやっぱり映像が違うんだよ。おおカウンターなんなかった、え、コケコケエフェクトかしっかり出る。やっちまった、疑惑の入管ナックス。
待って待って、右アッパーマジ届く気しないんだけど、あれ立ってないよ、こんな今立ちから出る最速の選球体だったろ。おお、ふざけんなこれ、お前竜立ち上ってん、昇竜拳、リアル昇竜拳じゃねえか、お前おーかっこよすぎんだろ、俺も買うぞあれ、欲しくなっ、ごめん入ってない、で壁コン、おいおいおい、クリティカッター、いやエフェクトきついね、あれ何、視覚的効果だけじゃなくていろいろあるじゃねえかよ、チース。なんかやっぱヘビって減らんねえよね。これがブランクかって何？悪い内容そんななくね？初めて見ますこれ。開けと何が違います？あの何一番違うところは1対1ですね。で2番目に違うところはバウンドシステムがないです。で3番目に違うところは無敵技とクリティカル技っていうのが設定されています。以上です。リュウさんからエフェクトは出ないんですか？あの、リュウホを撃つときにちょっとごくわずかに発光してますね。ピカーンって。ふざけんな、このキャラ。最強じゃないかよ。はい、やったー。やったやったやった。クリティカル様、うん、おお、なんでなんでなんで、自分のレバーを信じられなくなってきた、おーい、あー怖いこのこれ、あっへへ、無用ですよ鉄拳、おお減りすぎだろお前、はい分かんない、どうっすね俺、これ絶対コンボしないよ俺、あんまり立ち回りで勝てるようにしなきゃタック下手になるわ、最初もなんか再来週ぐらい結構重要な大会があるんですよ、ハブコンこれでいっか、もうガードされねえなこれ、まさか本当にあるのか、あるのかこれ、これあるんじゃないの、コンピューターにもたまにガードするのに、次枠いくよ、次枠でやめるくさいよ、ほらほら来た来た、なんか公式プレイヤー、はい分かんない、分かんねえよ、50キャラいんだ、わかるかっつうの、ロビーに育てたに聞いてくれ、見えてる、
ごめん。あー、まだじゃん。もう。おつおつ。ポッピーって何？おつでーす。レボのフェンってラスくらい強いんですか？どうなんですかね。はい、200来たよ。勝てないね、これは。あ、もういい防御力。おお。あばば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 ば。え？おっと、不具合です。不具合ね。不具合か。ペコス入ってこないかな、ペコス。マスターカップ王者はペコス入ってこない。相手も勝ち扱いなんだ。きっともん勝ちじゃん。嘘でしょ。まあ、俺が切断したんだけどね、今。あのダブルアッパー暴れで。もう萎縮してしまって。俺が振ったんだけどね。振ったんじゃねえ、俺が切ったんだけどね。おい、俺の真偽をたおお、なんで今のふざけんな。お前今覇王昇降拳出してきたぞ。こいつ覇王昇降拳にまとわりついてきたぞ。はいはいはい。おこれあるぞ、これマジで。あるんじゃないのこれ。サイコクラッシャーだ。昇降拳使わざるを得ない。マジでそうだった。エフェクト何？ちょっと待って、エフェクト買うわ俺。いくら？300円ぐらい。 Get ready for the next battle. 800円。お、番長お疲れ。番長とバックステージパスで話してる？ちゃんと。あ、携帯か、番長。ちげえか。よくわかんない。また来たよ、すごいのが。おぉ、おぉ。あ、二段技きついな。で、バックステのコメント欄でやればいいんだよ。おお、マハパンチガードなんだよあれ。来たよ。はい、間違ったよ。はい、完璧だよ。もうコンボ。はい、今チェンジボタン押したよ俺。あ、これが狙いなんだけど。チェンジボタン押してレオでハイキックって感じね。
俺もうタックでも無敵待っちゃうパターンだわ。最速で羅生まで上げてあれしたいね。バックして打つとこないよって番長おかしいよそれ。ちゃんと番長に上げたアカウントでログインしてる。ゲームこのゲームゲームとかあんの。羅生じゃないの。ラッコまであるんだ。Get ready for the next battle. レボってたら5層たらコンボできなくなりました。これでしょ、これだよ問題は。ユウさん今日はオツでした。シューディが調子に乗ってましたね。シューディは調子に乗っていいよ、ユウさんも手伝ってくれてるから。あいあいや絶対あこれ勝てない俺、こういうの勝てない絶対。うますぎない今のね。頼む、あぶれ、こっち。あんまりいいよ。僕めガードで距離離れる。ああ無理、そんなの無理。こういうのよ、横移動封じとかやってもしょうがないよね。はい、コンボが違うよ。どうしようかな。こういう状態になったらテイラー打ってこないからさ、みんな楽に戦うんだよ。で好転でしょ、見て読んだのに間に合わないブランク。あ、ていうかさっきも広告入ってるアモルさん、広告ありがとうございます。本当この枠でもうちょっとやめようかと思ってるんですけど、バックステランがない。俺番長のバックしていつの間にか剥奪したのかな。してねえぞ。しょぼーん、番長お疲れっす。今日は Get ready for the next battle. プラマイ2にしてるんですけどね。プラマイ2にしてますよ。デビルって何、無敵何、あ、飛骨じゃなくてあれだ。なんだっけ、ムクロ打ちだ、これだ。やってくれたリスナーさんごめん。やばい、これ嫌な予感がする。
このコンボなんか脳みそとろけてくるんだけど、同じことばっかやってて。ごめんなさい。ダメだ、絶対打っちゃうわ。LKL って最初に打てない。そうでしょ。着信あるんだけど別にいいのかな。放送中なんだけど出ていいのかな。これはちょっとやっぱあれだね、最初にこれ刻まないとあかんっぽいね。LKL 慣れですね。あとでもう一回付与してみせ。了解です、番長。 Get ready for the next battle. 厳しい。トラックスーツだ。あーもうこれじゃあ、おおおあいチェンジしちゃった、チェンジしちゃった、チェンジしちゃった。お前めっちゃ打てんぞ、俺絶対負けねえ。ああ。投げなんか当たらんわ。おい。まあ、充電出し切って OK、間違いないね。でもそれはなんかね、ここのリスナーはね、出た言う、ナムコ公認プレイヤー、充電で相手を殺すみたいな。もう広い、厳しい人しかいないんで、私の家庭用方法。言ってますよ。番長はね、違う。充電使うのジャックじゃん。あれ読み合いになってるじゃん。ペンのなってないから。フェンはね、5発目ぐらいまで読み合いになってる。あ、これ絶対勝てないわ。なってるでしょ。番長なんかなってるよ、ジャックのや。なってないな。
よく考えたら。え？パラの無敵って何？禁じて、あ、禁じて入管なくすんだ。あ、ごめん、やってない。ごめん、ごめん。ちょっと待って待って、一言物申すわ。俺今ノーマルで食らったんだけど。これでもんよ。あ、無理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 。禁じて解放どころの騒ぎだね。シコ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 打ってくよ。はい、この大砲タイヤの近づけねえじゃん、こんな。頼む、わざ当たんないで、暴れないで。あぶん、あー怖い。禁じて。事故ったら死ねよ、これ。あ、出た、最強技来た。恩恵を授かった。時間かけちゃダメだよ。ダメ。武士道ブレードじゃねえか、これ。あぶれ、即勝できた。ガクス無敵です。フレーム数置かないらしいっすよ。番長よかったろ、今番長はパワー200ファランに勝てないよ。パラ200ファランのジャックとファランって終わってねえか、マジで。ローハイ食らったらもう全消しかシャガパン当てるかみたいな。Get ready for the next battle. あ、光ったよ。これキリいいんじゃない。番長ゲームとか強すぎだろ。なんか嬉しい、こういう割り振り方をステータスの。まあとは言ってもね、これでね、まあ、半分は見ときましょう。禁じていくしかない。禁じて、あ、暴れないで暴れないで。いけー。当たんないよね、放射線。みんな LKLK の後何もしてこないんで。禁じて、あっちが。これ空中判定当たんなくなったな。どうでもいいと思うけどさ、みんな。200振ってきてからの話ってことですよね。そうだよ、初心者でもある程度勝てるっていうのはものすごいことですよ。それでいてね、上級者を楽しませるなんてゲーム今までなかったですからね。楽しんでるかどうか別として
いや、タックやってるけどさ、これマジで両ゲーなんだよ。それだけ言っとく。これは両ゲー、本当に。みんな、はい。繰り返して。これは両ゲー。デボは両ゲー。はい、聞こえないよ。デボは両ゲーって言って。番長のあれはいいからね。番長大好きですと、この放送で言わないでね。番長放送でやってね。おい番長、ここは番長の突然放送じゃねえんだよ。あ、ヘリヘリ、あー、ほんまやめろやめて、ここや、うわー、はい、厳しい、これリューホで勝ちやん。なんだよ今の男背抜けは。やってねえよ、後ろ両手で。おいおいおい、おい、やっちゃったやっちゃった、ダメだ、俺の反応が早すぎてタグル当たっちゃう。相手レイジ早すぎだろ、ふざけんなお前。あい、違う、お前やめろ、ここだ。あ、もう今スポーニングなんだよね。コマンドミスかのやつは今スピードやばくね。頼む、俺このフレーム分かってない。あ、来て来て、おい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 、何音楽の話してんだよ。今の俺の鮮やかな右横運指爆弾波見てなかったの。あの立ち途中だけはハフ捨てですね、これですね。まああんま使い物なんないですよ。まあ、福祉なんかはね、前走隊との二択でね、横移動からこういうのやるんですけど、僕はあんまり使わないです。だってマイナス12じゃないですか。画面見てなかった。そっか。何しに来た。Get ready for the next battle. さあ、まあ、目標1個上げるってことだったんで、あ、やばいやばい、やばいの来た、やばいの来た。レベル60ってのやばいの。ごめんやってない。マジこのゲーム様子に多くなるわ。お、あ、弱くなってる、ちょっとバックして上手い人は後ろに下がるんだよ、早すぎて。いけねえぜ、スライディング打っていくんだろ、ほらね、クラップんだけどな。
おいおい、なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ、ただの少々発火。俺あの技食らったの2年ぶりぐらいだわ、カウンターで。はあ、わらたじゃないよ。一キャラな解放700円は高いだと、普通じゃない。なんかエフェクトはちょっと高いかなって感じがしないでもないけど、原田さん見てないといいなって思うけどね。よし、いやまだね、まあ、羅生はいけるよ、このステータスなしで。ちょっとこんなもんだよ今日は。伝えとく。出た出た、まあ、ちょっとエフェクトは番長で400円ぐらいにしてくださいって言ってた。さあさあさあ、まあ、こんなもんでしたけどね。久しぶりの鉄拳生放送、家庭用鉄拳生放送、今回は、鉄拳レボリューションでお送りしました。ペンがねちょっと強化されたってことでね、ペンを触ってみてどんなもんかと思ったんですけど、もうこれ以上やるとタッグ2の方に支障が出るので、はい、やりたくてないですね。ぶっちゃけジンとか出してやります。 FF 放送はねなんかまだその藤直とショチャンとジローとねレベルが一緒になってないんで、それがなったら適当なダンジョンとかをね放送したいんですけど。 ありがとうございます。広告の効果でいっぱい人が増えました今日。次はいつですかね、ちょっとわかんないですけど、今日もログイン FF ログインできなかったからこれムカついてやってるんだよね。バックして確認しときます。番長ありがとう。FF サーバーはクジャタですね、クジャタですね。鉄拳やりますよ。鉄拳も FF もどっちもやってんの今。いいのそれで、決めたの、どっちもやるの。でもやっぱ流法で甘えるとかはしないですね。でもさっき6発ログイン勝ち組かよ。デッドアライブダウンロードした。番長いいじゃん、やんない。全然格安くなったみたいですよ、やられるの。やんないよ、キャパないよ、キャパが、キャパ不足だよ、もうスペック不足だって他のゲームやるなんて。あー、でももう入れっかな。ちょっとしょちゃんたちと FF 少しやってみます。皆様またの機会に会いましょう。ありがとうございました。オツです。また遊びましょう。お疲れ様です。